皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トサン TV、トサンでございます。さあ、本日も始まりました、トサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ソ連の弾薬工場、ブルガリア、ウクライナ支援です。では参ります。ブルガリアというと、ヨーグルトというイメージが強いんですけれども、実はソ連時代ですね、ソ連の弾薬を作っていた弾薬製造国家なんですね。このブルガリアが、いよいよウクライナ支援本格的に、舵を切ってくるというお話でございます。まずは、急がば回れでですね、AFP のノバカホフカダムの情報から行きましょう。ダム決壊で油150トン流出ということで、ノバカホフカのダムのタービンホールが攻撃されて、まあ、崩れ落ちてました。そこにエンジンオイルが多量にあったようで、これが流出してます。で、現在150トン流出していると言われているんですけれども、さらに追加で300トンぐらいですね、これ流出するんじゃないかと言われておりまして、ウクライナのかなり多くの土地が使い物にならなくなる。さらに生態系への深刻な影響というのも懸念されているという状況でございますね。ロシアのやったことというのが、いろいろな莫大な被害を生んでいるということです。これが世界中に今発信されているという状況でございます。さらにウクライナの被害の一部をフィナンシャルタイムズが報じておりまして、それをルス・ビューローさんが伝えてくれております。よろしくお願いします。ダムの破壊で被害を受けるのは4万2000人。当局は流されてくる地雷に注意を呼びかけている。さらに農業の被害が深刻でございまして、農業もヘルソンの灌漑システムの 94%。ザポリージャは 74%、ドニプロペテルウシクは 30% が水源を失うということで、灌漑設備が壊滅的な打撃を受けるということですね。農業への被害がかなり深刻になりそうだということをフィナンシャルタイムズが伝えております。そんなロシアに対してウクライナが今何をやってるかっていうことなんですが、ちょっとこちらご覧ください。はい、これですね、ドニプロ川の東岸、つまりロシアの占領地域ですね。ここで逃げ遅れたウクライナ市民の方に対して、ウクライナが救助してます。しかしながら、ロシアの占領地域なので、実際に助けに行くことはできないんですよ。なので、水とか食料なんかをドローンに吊るして、救援物資を渡すっていうことをウクライナがやってます。国民を守るということはこういうことですね。ロシア救助している様子というのは全くありませんね、今のところ。こういったロシアの蛮行に対して、これ国際社会がちゃんと見ておりますので、今年はロシアの孤立、そしてウクライナの支援が加速していくんではないかという話。そこにブルガリアという国が加わってきますよという今日話なんですけれども、その前にスロベニアの話、その流れが本当に大きくなるよっていうスロベニアの話をしたいと思います。ちょっとだけですね。こちらご覧ください。ジャスミチさんというのかな、ちょっと読めませんけれども、よろしくお願いいたします。日本人の方だと思いますね。ヨーロッパのどっかに住んでますっていう方なんですけれども、印象的だったのは感動のあまり涙を隠しきれなかったサミュエル、ディボガル外務副大臣っていう。で、写真を一枚ペチャって載っけてくれてる。で、この写真は何かというと、国連の、安全保障理事会の非常任理事国の選挙がありました。この選挙に打ち勝ってスロベニアが非常任理事国入りをしたっていう時の喜びを爆発させている写真になりますね。で、皆様から見て左の方に赤いドレスをお召しになった女性の方が両手を挙げて喜びを爆発させてますけれども、この人が現在の外務大臣の方ですね。ファヨンさんとかファジョンさんって言われますけれども、現在の外務大臣の女性の方。しかし注目すべきは、皆様から見て一番右の方でまだ着席して、こめかみにこう手を当てようとして顔がくしゃくしゃになってる男性の方いるじゃないですか。この人がジュボガルさんという方なんですよ。で、この人はですね、現在外務副大臣だそうですけれども、以前外務大臣もやってました。さらに言うと、この人はスロベニアでずーっと外交場と歩んできた、スロベニアの外交を支えてきた方なんですね。中米アメリカ大使なんかもやっている方でございます。昨日今日の喜びじゃないんですよ。もう何年にもわたる積年の喜びがここで爆発したんじゃないかなという気がします。ご自身が外務大臣をやっている時には非常任理事国入りができなかったわけですね。その悲願が叶ったというところ。ちなみになんですけれども、これだけスロベニアが喜ぶ非常任理事国タイトルホルダーは12回の我が国日本ですからね。
日本というのはそれだけ世界で地位を占めている国だということを一番忘れているのは日本人だと思います。この機会に思い出してほしいなという気がいたしますけれども、スロベニアがこれだけ喜びを爆発させている陰で、実はですね、しく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 悲しんでいる国が一個あるわけですよ。それが今回スロベニアとこの選挙で争った国、ベラルーシということになりますけれども、これが象徴的だった、秋山先生ですね、よろしくお願いします。国連安保理の東欧枠、2007年に立候補して選挙活動をしてきたベラルーシ、2021年に立候補したスロベニアに153対38の大差で敗北って書いてありますね。ちなみにスロベニアは2021年の12月です、立候補したのは12月。そのスロベニアに大差でベラルーシは負けました。それでも38票入ってるじゃないかっていう話なんですけども、さすがにですね、15年6年ですね、選挙活動してくれば、まあ約束した国もあるでしょうから、38票ぐらいは入るでしょっていう程度の話です。で、今回無記名なので結構ですね、国際的な見方っていうのを反映している票になったんじゃないかなと思います。これが今ロシアの孤立というのを浮き彫りにしている数字だということでございますね。はっきりとやっぱりこの流れが見て取れる、それが今回の非常任理事国の選挙だった。そしてこの流れを組んで動き出している国がブルガリアという話でございますけれども、何気ないニュースが出てきたんですよ。こちらビシェグラード24なんですけれども、ブルガリアの新しく任命されたトドル・タガレフ国防大臣はウクライナの反撃が続く中、ウクライナへの軍事援助を支持すると発表したということで、ブルガリアの新しい国防大臣がウクライナ支持を発表したっていうだけのこれニュースなんですけれども、実はこの3ヶ月前に前の国防大臣は罷免されてるんですよね。こんな感じで罷免されている、3月に。で、なんで罷免されたかっていうと、ロシアの侵略戦争のことを戦争って言わないんですよ。特別軍事作戦っていうわけですよね、侵略戦争なのに。えらいロシアに気使っとる国防大臣やなということで罷免されたんです。で、今回新しく国防大臣になった人はもうウクライナ支持を鮮明に打ち出している。ところがこれっていうのはですね、実は国内の問題だったりします。どういうことかというと、選挙に関わる情報だっていうことなんですよ。こちらご覧ください。時事ドットコムですね。リンバーン制新政権を承認、混乱ひとまず収束、ブルガリア国会という情報が出てきてますけれども、ブルガリアはこの2年間で5回も総選挙がありましたっていう話なんですね。じゃあその2年よりも前は安定したかというと、その2年前も総選挙ばっかりやってるような国で全然国内が安定しません。どういうことかというと、過半数を安定的に維持できる与党が、与党勢力がないので組閣ができないんですよ。で、まあ不信任案が可決されたりとか、まあ辞職したりとかっていう形で総選挙を繰り返しているような国なんですね、ブルガリアというのは。全然安定してない。で、ちょっと変わった経緯がありまして、ブルガリアというのは1944年かな、ソ連に侵攻されておりまして、そこでソ連の息のかかったブルガリア共産党というのが作られていて、ソ連の衛星国家になっている国なんですけれども、東欧の国の中で唯一ソ連が崩壊した後もこのソ連の息のかかったブルガリア共産党、この共産党が生き残って与党になっている国なんですね。過半数を取りました。名前は変わってます。ブルガリア社会党って名前を変えて与党になったような国なんですよ。思いっきりソ連の息のかかっている国だった。しかし当然ソ連の息のかかっている政党なので、汚職とか腐敗とかがまあ激しいわけですね。これで国民の不評を買いまして、それに対する対抗馬の政党が出てくる。それがヨーロッパ発展のためのブルガリア市民という変わった名前の政党なんですけれども、ここがですね、支持を集めまして、ただ過半数はね、取れてないんです、一回も。240議席中の116か117が最高です。それ以外は、だいたい60議席から90議席の間でうろついている政党なんですよ。ここが多分一番強い政党だと思いますが、過半数ないので、当然他の政党と連立を組まないと、組閣できないわけですよね。で、ここが、まあ、中道から右派の政党と連立を組む形で政権を回してきたんですけれども、これに対抗しなければいけないということで、中道及び左派の政党が連合を組んで新しい政党ができます。2021年かなにできているんですけども、それが We Continue the Change と言います。いろんなね、訳し方がされるんだけれども、変化の継続。変化の継続。まあ、変化を継続しますっていう新たな政党ができるわけですよ。ここは対抗馬として上がってくるというところで、今回の総選挙ではこの2つの政党がバチバチにやり合いました。でも両方とも過半数が取れなかった。なんでまた6回目の総選挙に行くのかなと、この混乱は続くのかなと思いきや、
ウルトラ C が起こりまして、このバチバチにやったら2つの戦闘が連立を組むっていう話になったんですね。そこで弾き出されたのがブルガリア社会党でございます。ロシアの侵略戦争が起こった時、ブルガリア社会党というのは与党に入っていたんですよ。ところがウクライナ支援を強烈に反対することで空中分解して、この2年で5回の総選挙の間にその選挙が入っています。これが完全に排除される形になって、新ヨーロッパ、新 EU という形になったということですね。ブルガリアというのは NATO にも加盟しているし、 EU にも加盟している国なんですけれども、なんでこんなロシアに気遣ってるのということなんですが、やっぱりエネルギーになりますね。ハンガリーとかね、ルーマニアもそうだし、まあセルビアとかもそうですけれども、ロシアのエネルギーに依存している旧東欧の国々ってやっぱりね、表立ってウクライナを支援できないんですよ。ブルガリアにだってはね、エネルギーの8割9割ぐらいロシアに依存していたと思います。ところがロシアがこれに対して下手を打っていて、ブルガリアを非友好国に指定してます。さらに言うとガスのパイプライン止めてます。で、ブルガリアはこれに対して代替案を探していて、ガスパイプラインに関してはギリシャと新しいパイプライン結ぶっていう協定すでに結んでます。で、石油に関してはロシアがまだブルガリアに売ってるんですけれども、 EU 全体としてはロシアの石油もやめましょうってことになってますよね。ただブルガリアとか依存度の高い国って特別枠になっていて、ブルガリアは2024年の末までロシアの石油買っていいよっていう特別枠になってます。そこまでになんとか代替案を EU の他の国々とも協力しながら見つけていくんじゃないかなというふうに思いますけれども、その流れの中でいよいよ新ヨーロッパ、そしてウクライナ支援に舵を切ってきたということになります。それでもエネルギー依存が今言ったようにあるので、完全に信じきれるのかってところなんですけども、ここにはね、一つのね、力学というのがあるんですよ。その力学が何かっていうことなんですけれども、こちらシェンゲン協定でございますね。シェンゲン協定、ブルガリアは NATO にも加盟している、EU にも加盟しているけど、宣言協定には加盟してないんです、この宣言協定には。ちょっと読みますね、宣言協定。宣言協定は、ヨーロッパの国家間において、国境検査なしで国境を越えることを許可する協定であるって書いてありますね。この宣言協定に入っていると、まあ輸出でトラックとかで物を運んでいきます。国境検査がなしなんで、そのまま関税なく入れて物が売れるわけですよ。ところが宣言協定に入ってないと、その都度その都度ですね、国境で金取られるわけですよ、要するに。で、その国家損失というのがものすごい、何百億とかっていうものすごい金額になっていて、だから宣言協定に入れろっていうことで、ブルガリアずっと交渉してるわけですよ。セルビアとかもそうじゃないかなと思いますけども、ただブルガリアはですね、オランダに反対されて宣言協定に入れませんでした。EU に加盟すると、もともと EU の中の国々で宣言協定作っているので、宣言協定に加入する近道になるんですね。近道の切符をもらえるんですけれども、オランダに阻まれた。で、オランダは、ウクライナを強力に支援してますよね。うん。というところで、ブルガリアもウクライナを強烈に支援していくことで、俺たちだって西側の一員だ、EU の一員だと、侵略戦争は許さんってやることで、この宣言協定に入れていくっていう、その道筋が力学として働いているということです。で、この辺がですね、力学としてきちんと働くと何が起こるかということなんですけれども、こちらご覧ください。ブルガリア、戦時特需で、潤う。戦争特需で潤う。ウクライナに弾薬、工場は人手不足というのが3月ぐらいの記事で出てます。どういうことかというと、軍需産業、ブルガリアの軍需産業、まあ、砲弾作ってるのが主なんですけれども、2021年と侵攻があった、侵略戦争が起こった2022年では3倍に増えてるって言うんですね。うん。で、直接ウクライナに売ってるかどうかは分かりませんけれども、多分第三国とか NATO を通じて、ブルガリアで作った弾がウクライナにどん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 流れていってるんだというふうに思います。これを表立ってやるっていうことになると、さらにブルガリアがウクライナに砲弾支援を増やすっていうことが期待されるということですね。ちなみにこの記事の中に入っているのは、とにかく人材募集が追っつかないってことが書いてありますね。うん。その弾薬工場に勤めた女性の人が、私まだ3日しか働いてないのに、もうまあ後輩だらけよみたいなことを言ってるっていうのが記事の中に書いてありますね。次から次にもう人を雇ってるような状況で、向こう5年ぐらいまでの受注パンパンに埋まってると。仕事一切なくなりないから安心して働いてっていうことを、なんか工場長だかその会社から言われてるっていうことも記事の中に入ってます。これがさらに増えていくんじゃないかという、そういうお話でございます。そして、ブルガリア以外の国でもこういう動きが見えてます。ちょっとだけ行きましょう。いっぱいあるんですけれども、ちょっとだけ行きますね。セルビアでございます。ちょっとコソボでね、今、ちょっと爆発しそうな、ちょっと
懸念もありますけれども、セルビアのブチッチ大統領なんですけれども、セルビアは同国製の武器弾薬を仲介業者がウクライナに供給する可能性を承知しているし、これを妨げるつもりはないっていうことを言ってますね。つまりセルビアで作られた武器弾薬というのが仲介業者を通じてすでにウクライナに売られているんですよ。で、それをブチッチ大統領はもう知っているって認めちゃったわけですよ。でもそれを妨げるつもりはないって言うってことはどういうことかというと、セルビアは承認するっていうことです。武器弾薬なんで国家の承認がいりますので、承認しますっていうことをもう表立ってセルビアも言い出すような状況が出てきたということです。こういったロシアのソ連の衛星国だった東欧の国々の動きに呼応するような話というのが NATO の前事務総長から出ています。これが最後の話になります。鶴岡先生でございます。よろしくお願いします。ラスムセン NATO 前事務総長なんですけれども、ウクライナに関しウクライナの安全保障、そして武器訓練支援パッケージ、加盟への道筋、これは NATO 加盟への道筋ですね、が必要と強調したということなんですね。ウクライナの安全を保障するために武器とかの支援とか訓練の支援をすべきだと。そして NATO もいつか入れるねじゃなくて、具体的に入れる道筋っていうのをもうウクライナに示さなければいけないっていうことをラスムセン前事務総長が言ったんですよ。で、なぜそうしないとまずいのかっていう理由がすごくてですね、さもなければからいきますね。さもなければポーランドやバルト三国がウクライナへの部隊派遣を含めて先行する可能性があると警告したっていう話ですね。ロシアに対して本当に警戒感の強い国たちがもう我慢ならんと、ということで参戦していく可能性があると。それを防ぐためには、武器支援とか訓練とか、そして NATO 加盟の道筋も含めて、もっとも具体的にガンガンウクライナ支援しないとダメだよっていう話をしたんですね。これ旧東欧の国々が参戦していったら本当に第三次世界大戦になってしまうということですね。今の武器支援とか訓練を加速させなければいけないということの片側の天秤に乗ってるのは、次の第三次世界大戦という第三がだっていうことです。だからやんなきゃいけないよということですね。この発言というのが今回のブルガリアとかセルビアもそうですけれども、ロシアの息のかかったような国々のロシア離れ、そしてウクライナ支援の動きとこうして起こっている。今年というのはロシアの孤立、そしてウクライナ支援の加速というのが本当に見られる年になるんじゃないかなというふうに思います。ノバカホカダムを破壊することでたくさんの被害が出ておりますけれども、こういうロシアの蛮行を本当に止めなければいけない1年になるんじゃないかなと思いますね。ブルガリア、ヨーグルト以外に実は弾薬を作っている国だというお話でございます。ご視聴ありがとうございました。